小口が変形してしまっているので貼り替えます。まずは剥がしていきます。剥がし終わりました。では今からこの新しい小口に貼り替えていきます。はい、貼り終えました。あとは形を整えていきます。はい、小口の貼り替えが終わりました。成形も終わっております。